人のその地の力が落ちてるのかもしれないですよね。うん、それはでもすごく感じるとこありますよね。まあ電車乗ってるとみんな目が死んでる感じしますからね。本当にある。それって何だと思う、何がいけないんだと思います。私ね、うちの兄がね、15年くらい前かな、うちの兄も結構海外赴任が多くて、アフリカとかね、まあ、ちょっとこう治安が良くない国に随分住んでたんですよ。でだけどうちの兄がよく言ってたのはね、本当に危ない国でね、何が起きてもおかしくない、ちっちゃい子供たちだって病気で命を絶たれることも多いし、だけど子供の目がねキラキラしてる、子供の目がねキラキラしてるって言うんですよ。でも日本に帰ってくるとね、もう何不自由ない、食べ物もね美味しいし衣食住足りてるのに、子供の目が死んでるっていうのをよくうち何が言ってた。僕もエチオピアに行った時に、めちゃくちゃ眩しい国なんですけど、でめちゃくちゃたかられて、すごい疲れて歩いてた。で子供がもうキャッキャキャッキャ言いながら、日本人が一人ですごい田舎に行ったんですけど、その辺歩いてるのすごい珍しいみたいな、もうなんかすごいついてきて、その子供たちにすごく癒されましたけどね。でも確かに元気で目がキラキラしてるって分かりますね。いやでもこれはなんか自然もなくなっちゃったしね、まあ、ちょっとかわいそうだなと思うとこあるんですよね。この辺の例えば保育園っていうかね、街中だから車に轢かれないようにこんな大きなキャリーケースなんていうんですかね、カゴカゴみたいなのに入れられてこう移動してるでしょ。最近ワンちゃんもそうじゃないですか。だからなんかこれもちょっと変な話だなと思って見てるんだけど、ですぐ幼稚園とかも受験とかで、そうそうそう、ね、大変ですね。それで親が意気一憂してると結構子供にとってはストレスな気がします。いやいやストレスだと思いますよ。で僕子供生まれたらめちゃくちゃ英才教育してるししそうな。いや結局人間って悲しいかな、やっぱり自分がやられたようにやるんですよね、これがね。よっぽどそれがトラウマになったら話は別ですよ、だけど意外にやるんですよ。僕はね、全然されてないですね、英才教育は。そう？でもやっぱりほら、私立の進学校に入っておられたんでしょ？いやあれは僕が塾に行きたいって言って、行ってたからなんですね。小学校の時の受験とかは全然ストレスなくて、あそうですか。ただその塾に面白い友達がいたんで遊びに行ってたら、なんか受験することになって受かったって感じだったんで、あとはね父親みたいになりたいって言ったのか、父親より良くなるにはどうすればいいのかって母親に聞いたらしいんですよ。そしたらまあちょっと勉強して、みんなと違う学校とか行ってみたらって母親が多分言ったと思う、言ったっていうのを聞いた気がするんですよ。今も僕覚えてないですけど、お父様はどういう方だったんですか、どういうところが、お父様のようになりたいと思ったところなんですか。いや全然覚えてない覚えてないですか今会えばちょっと喧嘩ばっかですけどまあでもすごく勤勉な父親で、本当に昭和のサラリーマン丸出しですよね。でももう世代が違うんで、今もその辺の価値観が全く違うから、その辺は相入れないですけど、まあでも僕がとことんまでやるのはその父親の影響があるかもしれないですね。いやいや、絶対あると思いますよ。もう家にいるの見たことないですもんね。家にいるとも大体熱出して寝てるんですよ、お父様が。そう、だからそういう時しか休んで家にいなかったってことですね。遊びに行ってましたけど、まあそんなに日々遊んでた思いはあんまないですね。食卓を囲んでとかはほぼなかった気がしますね。やっぱり父親の存在って子供にとって意外に影響を与えてます。意外にっていう言い方しちゃいけないけど、私 の別の友人もすごく優秀な方で、すごく活躍なさってる方なんですけど、お父様がいつも書斎で勉強してたっていう、それしか見たことがなかったっておっしゃってたのね。だからその方も自然とやっぱりそれが身についちゃうんですよね。
うん、まあでもありますね、多大な影響はありますね、うん、確かにね、うん、まあ仕事量もすごいし、うん、でまあなんか、まあ、背中って感じですよね、試合の背中、うんうん、お母様から受けた影響ってどういうのを一つ挙げるとしたらありますか？母親はやっぱ、うん、まあ、父親とは違う形の愛情のかけ方ですからね、うんうん、お母様は専業主婦でいらっしゃったんですか？そうですね、やっぱり子供は学校から帰った時の顔を見て、うんうん、その日に何かあったかを判断するっていう哲学が強かったみたいで、うんうん、働いてるとできないじゃないですか、うんうん、でその帰った瞬間の悲しい顔だったりとかって、うんうん、もうすぐなくなっちゃうらしいですよね、うんうん、だから 1,2 時間して遅れて帰ってくると分からなくなるらしいんです。うん、なるほど、あ、そう、お母様がおっしゃったんですか？そうそうそう、だからそこを毎日見るっていうのは母親の務めだなって言ってましたね、うん、すごいなと思いますね、うん、本当ですね、うん、ご兄弟は妹さんでしたっけ？まあ、妹一人ですね、うん、まあ、近いけど遠いですかね、なんとなく直接話したりとかあんまりないですけどね、うん、あの近くに住んでおられないんですか？遠いんですか？今ね、近くいます。ああそうですか。でもあんまりお会いしたりしない？あ、よく会いますけど。ああそうですか。おいこに会いたい。そうですよね、なんかすごくよくあの面倒見ておられるとこないだもんね、おっしゃってて、まあ、面倒見てるっていうか僕が面倒見てもらってるような感じですかね。ああそうですか。可愛いんで会わせてもらってる感じですけど、そうですね、妹と直接話すことはあんまりないですけどね。甥っ子さんには会うのに、そう、会うのに、まあ、直接話しますけど何かお話をするって感じはあんまりないですよ。へ、うん、面白いですね。なんか、うん、すごい不思議です。まあでもそういうのってあるかもしれないな。私もなんか弟、あ、兄弟4人なんですけど、4人おるんですか？弟が話さないんですよね、あんまりね。あ、僕もそうなんですよ。家で話さないんですよ、そうそうそう。だけど別にあの何かあの不満だとかそういうわけじゃないんですよ、うん、で隣にいて話さなくても安心できるっていうんですかね、うんうん、どうなんでしょう。僕の妹はなんて何を考えてるか分かんないですよ。同じような感じなのか、あ、どうなんでしょう、うん、兄弟ってでもいいですよね。いや兄弟はやっぱりいいなと思いますね、うん、ね、そんな話さなくてもね、いるといないので全然違うし、うん、そうですよね、はい、うちは母が一人っ子だったので、うん、やっぱり一人で寂しい思いをしたらしいんですよ、うん、で昔、まあ、うちの母は戦中生まれだから、うん、やっぱり一人っ子といってもそんなに贅沢させてもらって育ったわけじゃないから、うん、あの結構一人で寂しかったらしくて、うん、だから子供にはやっぱそういう思いをさせたくないっていうのがあったみたいで、うん、まあ、昔はあんまり考えないで子供ができちゃったっていうのもおそらくね。まあ今はね、バースコントロールとかいろいろそんなことも考える対象になったけど、ね、まあ、昔はできちゃったらできちゃったっていうね、うん、なんかそのバースコントロールっていうのもなんか人間の英語です、英語な気もしますけど、どうなんですかね、まあ普通ですけど今、まあアメリカなんかは州によったら中絶が禁止されてる国、うん、ところ、あの州とかもあるじゃないですか、うん、あれはあれで、まあ、賛否両論そらっぱあるんだろうけど、そうですね、どう思います？いや難しいところですね、望まれずにね、うん、生まれた子供でも数十年生きていくから、うん、その子がね、うん、傷を抱えながら生きていくっていうのもなんか残酷な気がするし、うん、それだったらもうその前に大人の判断でっていうのも、うん、まあ一つの手かなとは思いますけどね、うん、難しいですね、これはね、結論がないですね。命ってどこの時点で命かっていう話にもなっちゃうし、あのお母さんのお腹から出てきた瞬間命って言ったら、まあね、それも、うん、納得いくし、でも受精した段階で命だって言われたらね、まあそれもしかりですしね、うん、
難しいですね、こればかりはね、うん、まあどっちかっていうと受精した時が命ですよね、どう考えてもね、まあ、いやでもまあでも意識の問題があるじゃないですか、うんうんうん、でもそれってもうみんな覚えてないからわからないし、うん、どこで意識が芽生えるか、うん、意識って どれぐらいまであります、あの遡ってですか、そう、あんまりないんですよねいつぐらいから、小学生、え、それちょっと遅くないですか、高学年ぐらいですよ、嘘、その前は、意識ってあの時は痛かったなとか悲しかったなとか寒かったとかその程度のレベルでいいんですよ、まあ幼稚園、小学校低学年はちょろちょろですね、ちょろちょろ、しっかりしてきたのは多分小学校高学年ぐらい、一番最初に覚えてる意識ってどんな意識ですか、幼稚園ですごい寂しいかった時です、本当、もう母親と離れるの嫌だったんで、あなるほど、嫌だったんですよ、あ幼稚園に行くのが嫌だったわけですね、じゃあそれは年少さんぐらいかな、年少でも年長とかでもそうですよ、年長でもそうだったの、うん、行っても誰とも話さないし、本当そう、そういう感じだったらしいです、あんまりないんですよね、思い出が、私はね、幼稚園の時にね、幼稚園の先生に、うん、なんかどうも私は泣いてたみたいなんですよで泣いてたのは覚えてないんだけど、でなんで泣いてるのかって言って、私が寒いって言ったらしいんですよ、寒くて泣いてる人はいませんよって怒らないよって覚えてるのちょっと一昔前の先生ですね、それ。そうそうそう今それ言うとちょっと問題がなんかあやふやですよね、何を思ってたのかとは、とにかく僕は寂しいって思ってた思いがすごい強くて、でもね、私もね、もう実はもっと遡るとね、ブランコ漕いでるんですよ、一人で、それで死んだらどうなるんだろうって思ってた記憶が実はね、寒いっていう記憶よりもっと前の記憶ですね、そう考えるとオレンジの玉かな、あ、そうおっしゃってましたね、まあ曖昧ですよね、あやふやですね、そういう記憶ってなんかすごく抽象的な記憶じゃないですか、そう抽象的なんですよ ね、そうなんか抽象で生きていけたんでしょうね、私もなんかその感覚はすごくクリアなんですよ、うん、そうですね、まあ、おっしゃる通り、そう、あの寒いとか悲しいとか、そういう感覚的な記憶、うんうん、すごい抽象的ですね、うん、嬉しい悲しいもちょっと 色がついてるんですよね、うん、なんか、あ、そう、うん、ちなみにオレンジは何色、どういうあれなんですか、感覚とすると、いや怖い、あ、怖い、怖い方なんだ、うん、へ、迫ってくるから、あ、そういうことなの、なんかこうほらオレンジとか黄色とかってなんかビタミンからのような元気が出るような色っていう感じがしたんですけど、うん、あ、そうなんですか、何かハッと思い起こさせるような色ですね、僕にとってはですけど、なるほどね、自分、お前は何なんだって問われてるような色ですかね、うん、その時の映像がフラッシュバックするんで、そういう色なんですよね、なるほどね、うん、あ、それはなんか初耳、今初めて聞きましたね、うん、なんか明るい、明るいっていう、ね、元気の出る色っていうイメージじゃないですか、普通だったらね、ちょっと恐れ多い、なんかこう人間の心理を問われてるようなイメージに使われてる色ですね、僕の中では、私ね、幼稚、あの小学校のね、1年か2年の時の絵描いてたんですよ、うん、そしたら先生がね、上から直したんですよまた昔風のそうエピソードですね、そう、それでそれが嫌で、私また上から書き加えたんですよ、で先生にえらく怒られたの覚えてるんですよ、まあそれ、そういう教育ですよね、その時、そう、それでね、あとね、その母にその娘さんの絵はその黒いと、どうも真っ黒だったみたいなね、うん、だから精神的にね問題があるんじゃないかって言われたっていう話を聞きましたけど、確かにね黒い絵を描いたのは覚えてるんですよ、うん、
で今だったらほら精神分析されてどっかに問題があるとかっておそらく言われたのかもしれないですけど、まあ、時代は変わりましたね変わりましたね